今回ご紹介するのは、ユリス・ナルダンの自動巻き時計、36000クロノメーターです。1970年代に製造されたヴィンテージコレクション。最高精度を追求して完成されたクロノメータームーブメント CALNB119U を搭載。安定した精度と12時付近で瞬時に切り替わるほぼデイトジャスト機能が特徴です。サイズ、ラグ幅19ミリです。ケース径は35ミリ、リューズ含まず、縦ラグからラグまで約39ミリ、厚さ約11ミリ、風防含むです。操作方法。ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。リューズを1段引いて回すとレイトがチェンジ。2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止付きです。日差。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴。文字盤は縦ヘアラインのシルバーカラー。バーインデックスとバーハンドの組み合わせ。3時位置にデイト表示。12時位置に
同社のシンボルである怒りマークがアップライトされた上質で実用的な風防デザインです。SS ケースはサテンポリッシュの C ラインフォルム。裏蓋は防水性、気密性に優れたスクリューバッグです。バンドは社外製のレザーストラップを装着しています。ビジネスシーンや普段使いからフォーマルまで幅広い場面で活躍できる一品です。ユリスナルダン。ユリスナルダンは1846年に創業の歴史あるスイスの名門ブランドです。航海に不可欠な高精度のクロノメーターや精密時計等を得意とし、コンテストなどで数多くの賞メダルを獲得。スイス時計の頂点を極めるほどのブランドとして知られています。怒りのトレードマークは、船乗りたちの命を守り続けた信頼の証とも言えます。現在も、なお、多くの時計ファンに支持されている実力派ブランドです。コンディション。文字盤、ダイヤル。特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスにサビなど出ていません。ケース、裏蓋。擦れ、小傷、軽い腐食が認められます。裏蓋はオープナー痕が見られます。へこみはありません。風防。軽い擦れ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に保たれています。
ベルト、社外製です。使用感がありますが、すぐに装着可能です。付属品、本体のみです。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。